宮崎観光ホテル付近、立花公園立花公園通りは、日本の宮崎県宮崎市にある、宮崎市役所前の立花境北詰めから同志松山2丁目の、日本本線までの大淀川の左岸を整備した、立花公園に沿う、延長約800メートルの道路の通称。行政上の正式な路線名は、宮崎市道川原通線。道は東西に走り、幅は7メートルほどある。 道路の南側に大淀川が流れ、湖岸と道路の間には芝生の植栽体である立花公園があり、街路樹として数十本のフェニックスが植栽されている。沿線の北側には市内の高級ホテルや旅館が多数立地しており、宿泊した観光客や市民らが昼夜を散策する道として親しまれている。1987年8月10日に旧建設省と 道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選定されている。立花公園は太平洋戦争後の復興と蓄学整理により宮崎県によって整備され、1948年6月23日に供用が開始された。1954年に宮崎交通が休憩所であるロンブルテントの設置とフェニックスの植栽を行い、 現在の風景の基盤を作った。1955年12月21日に管理を宮崎市に移管。1970年代には立花橋の掛け替えに伴い公園の形状を変更し、1996年度から1998年度にかけて再整備が実施された。ロンブルテントの屋根は赤と白、青と白のストライプでカラフルに配色されており、 公園内のところどころに配置されているほか、歌人である長塚節が宮崎の地を読んだ歌碑が建てられている。通りや公園からは高地ほぼ韓国だけなどの霧島山系の山々を遠望することができる。この霧島山がある方向に夕日が沈み、その風景が美しい地であることでも知られており、1964年に NHK 連続テレビ小説。 玉浦の執筆のために宮崎を訪れた川端康成が夕日の美しさに感動したあまり当初2日間の予定だった通り沿いのホテル滞在期間を15日間に延長したと言われている。玉浦記念碑は立花公園内にも混流されている。ありがとうございます。